はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の9月の11日です。トランプ前大統領とカマラ兼副大統領とのテレビ討論会が開催されました。話題の討論会ですね。この討論会のためにハリス兼副大統領は数日前からホテルに缶詰になって特訓を受けているという話は伝えられておりました。 なんかそれを聞いた時にねたかだか国内の討論会に臨むのに缶詰何日間も缶詰しないとダメなような人大統領に選んでいいんだろうかと思いましたけれどもねはいそれでこのような雰囲気のもとで行われたようですいつも思うんですけれどもあちら側の人いわゆるあちら側の人の設営するこういう場所ってこんな感じですよね暗くっ暗くて。 なんだろう。この地下室でやっているような、そういうシーンが多いなって私は思っております。あの、トランプさんのラリーとかトランプさん関係のものって明るいじゃないですか？火の太陽の光の下でとかね。そういうイメージがあるんだけど、本当に光と闇みたいな。そういう風な印象を私はつい持ってしまいます。で、今回どういう結果だったのか？それぞれの人がね。いろんな。 調査をしているようです面白いのでそちらもご紹介しますこちらはウォールストリートシルバーさんという方なんですがカマラさんが17%トランプさんが83%どっちが勝ったという問いかけですねニューズマックスの世論調査だとトランプさんが93%で勝利を収めたカマラさんは6%残、まあ、敗ですね CS スパンというところの調査だと、カマラ・ハリスが勝ったと思う人が36%、トランプさんが勝ったと思う人は64%。インサイドペーパーは、ドナルド・トランプが勝ったと思う人が78%、カマラ・ハリスが勝ったと思う人は13%。デイリー・コーラーというところは、トランプさんが73%、ハリスが8%という数字を出してきております。え今回私がお伝えするのは、 私のかっこよく言うと情報源にさせていただいている方、2、3人の方がどういう見方をしたのかということを皆さんと共有したいなと思います。まず D.C. ドライノさんなんですが、彼は弁護士さん兼ジャーナリストさんのような仕事をされていて、トランプさんとの面識のある方です。で彼の見立て、どんどん読んでいきたいと思います。 カマラは討論の質問を正確な順序で事前に知っていたと保証します。彼女の答えはあまりにも台本通りでした。民主党全国委員会がバーニーに勝つためにヒラリーの予備振り入れ中に討論会の質問を共有したのを覚えていますかこれは民主党の標準的なやり方です。おっと、ABC とカマラは出産後の中絶に関するこの映像が広まるのを望んでいない。 この出産後の中絶というのは鎌田さんたちが支持しているものなんですが出産後の中絶って生まれてから中絶ってありえないから生まれてからは人がですよね。それはいけないだろうと言っているのがトランプさんたちで出産してからも親の意思で子供を殺していいんだっていうのが鎌田さんたちの政策です。トランプ氏は驚くべき最終声明を発表しました。 カマラがアメリカを救うつもりだったのならなぜ過去4年間それをしなかったのかトランプさん彼女には確かに計画があります彼女は警察の予算を削減する計画を立てています彼女はあなたの銃を奪う計画を立てています3対1だがトランプさんが勝っているアメリカ国民は試合が不正だとすぐにわかっているこの3対1というのはどういう構成かといいますとトランプさんとカマラと そして司会者に男の人と女の人が一人ずついるんですね。その人たちの3対1という見方をしています。他の方が言っていたんですが、これはトランプさんと司会者2人との討論会だって言っている人もいました。トランプ氏梅田は1400万票を獲得しましたが、彼らは梅田を職から追い出しました。彼女は1票も獲得していません。これは大統領討論会ですかそれともトランプ氏の証言でしょうか アメリカはカマラ政権下で燃えていますが、彼らはトランプ攻撃ばかりしています。ABC ニュースはとんでもなく変更しています。カマラは非常に素晴らしい人々はデッチ上げであり、一言も事実確認をしていないと言っています。一方彼らはトランプの言う言葉全部に反論しています。ABC が今回の討論会の全ての質問を正確な順序でカマラのチームに漏らしたとかけてもいいですかこれはトランプ対カマラではありません。 3対1です。カマラと ABC ニュースの2人、対トランプです。ABC のファクトチェックカウンターはカマラゼロトランプはすべての発言に対して、トランプ、オハイオ州スプリングフィールドでは不法移民が犬やペットを食べている。彼はそこに行った。カマラ、トランプの集会を見るべきだ。トランプ氏、彼女の集会には誰も来ない。カマラが話すとトランプの指令室全体が笑い出した。 彼女は子供っぽい。そして唾液たらたら。私の言葉。彼女とバイデンが我が国に受け入れた人々は我が国を破壊しています。とトランプ。不法移民について彼女を厳しく非難しました。カマラの声は震えている。彼女は神経質になって緊張している。コントロールが取れていない。と彼は言っていますね。もう一方追っていきたいと思います。この方はクランデスタインさんです。 正直に言えば民主党支持者は怒っているはずだカマラは人々から銃を取り上げることはしない後期中絶は右翼の陰謀論である水圧破壊法は良いことであり現在は経済が悪いと述べたばかりです彼女の立場の多くは完全に逆転したこれは彼女の政策と全く反対のことトランプさんが主張していることを自分の政策として話しているっていうことですね。クランデスさん の完全な討論分析、こちら紹介します。トランプ氏は司会者との討論会で3対1の差をつけられていたにもかかわらず、力強いパフォーマンスを見せ圧勝しました。しかしカマラは失敗せず、不代で運動を継続させるのに十分な働きをしました。この討論会のストーリーは、ABC がカマラに有利な露骨な偏見を示し、トランプだけをファクトチェックの武器にしたことです。 ABC はプロジェクト2025の偽情報からシャーロッツビルの偽情報まであらゆることについてカマラの嘘をのばしにしました。ABC の司会者はトランプに対しては明らかに敵意を示しましたがカマラに対しては示さず多くの場合カマラが用意した論点を使ってトランプを攻撃できるように仕向けました。 カマラがなぜフォックスニュースでの討論を拒否したのかは、彼女の陣営が ABC で彼女が優遇されることを知っていたため、今や十分に明らかになっています。カマラも彼女らしくないほどよくリハーサルをしていました。まるで事前に質問が与えられていたかのようでした。ABC がトランプに対して敵対的になるつもりなら、なぜそこで止まるのかなぜカマラに質問を与えないのか ABC ディズニーは全国放送で民主党全国委員会と密接な関係にあることを認めたばかりですがトランプに対する ABC の好戦的な姿勢を考えるとカマラ陣営は事前に質問について知らされていたと考えて間違いないでしょう。とはいえトランプ氏はその世の話題を独占し自分の戦略をつなぐきカマラと司会者からの終わりのない嘘と度重なる攻撃をはねつけました。 カマラの印象は最悪で彼女は常にニヤニヤ笑い顔をしかめ感情的な反応をし単調で偽りの口調でしたそしてトランプ氏は彼女の話題を独占させなかったカマラの戦略はより恩恵派に見え過去4年間に彼女と梅田が作り出したすべての問題をトランプのせいにしようとすることでしたが注目していた人なら誰でもこれが何なのかを分かっていました カマラが自分の立場を守り崩壊しなかったことを考えると妥協した主流メディアはカマラの勝利を主張しハイチ人がペットを食べることについてトランプが語ったことが見出しになることが予想されますしかしインターネットで拡散される動画はトランプのものとなるでしょう全体的にカマラ氏は何の進展もありませんでしたがトランプは 堅実なパフォーマンスを見せ主流メディアが民主党に有利な不代で鑑賞に明らかに関与していることを国民は目にしましたトランプにとって全体的にはプラスですはい、最後にアレックスジェイさんもお伝えしますこちらの画像なんですがこのカマラさんのイヤリングですねイヤリングのように見えるこのイヤピースを見てくださいクラッキングカマラがつけていたものとよく似ていますと思いますか と問いかけています。イヤリングなのかイヤホンなのか、点々ですね。もう一つこちらだけご紹介します。トランプ大統領が警察予算削減への支持を強調すると、鎌田氏は首を横に振り、それは事実ではないと述べました。彼女は嘘をついたが、ABC はそれを指摘しませんでした。ABC の記事はこちら。ハリス氏は2020年に警察からリソースを転用する必要があると述べた。と、 言っていますが彼女はこう自分の過去の発言とか過去の政策とかっていうのとは全く関係ないようなことを、まあ、相変わらず嘘をベラベラしゃべったでそれに対してファクトチェックはされなかったでそこにトランプさんがまあ上手に突っ込んでるというそういう討論会だったんじゃないのかなと思います私はあいにく生では見ていなかったんですけれどもなんとなくねこんな感じで進んでいたんだなぁと思います。 はい。以上、今回はここまでです。いつも最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、通知設定、そしてメンバー登録などもしていただければ大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、また。